ルルティアプラネットへようこそ。皆さんこんにちは、ルルティアです。皆さんお元気ですか？私はレコーディングがようやく終わり、のびのびになっていましたルルティアプラネットもやっと更新をすることができました。いつも楽しみに待っていてくれるリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。今月2月27日発売のニューアルバムセーリオスは本当に頑張った甲斐もありまして、とてもいいアルバムが作れたのではないかと私は思っています。今日はこのニューアルバムセーリオスのことにつきましてお話ししたいと思いますので、今日も最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日の1曲目はファーストアルバム R からエレメンツを聴いてください。聞いていただきました。今回のアルバムはフルアルバムとしては6枚目になります。このアルバム用に楽曲を制作中に、世の中では本当にいろいろな事件や事故、争いが起こりました。そのほとんどが、残酷で胸をえぐられるような痛ましいもので、命について私は本当に考えさせられました。すごく苦しくて悲しくてやり場のない気持ちをうまく処理できなかったのですが、自分の中の湧き上がる悲しみとか怒りをそのまま鍵盤に乗せてメロディーを作っていくうちに、やっと少しずつ落ち着いてきました。もちろんむごい事実は消えたりはしませんが、少なくとも前を向いて毎日を大切に生きていこうと思うことができました。そして当たり前のことなのですが、自分の命、自分以外の全ての命を本当に大切にしなければならないのだなと思いました。今回のアルバムはそういった私の中の感情や心の叫びが素直に反映されているので、メロディーラインもサウンドも全てがとてもエモーショナルな展開のものが多く収録されています。そしてそんな風に制作していくうちに、私にとって音楽は私を導く光であって、希望であって救いになっているのだなと改めて実感しました。そしていつも支えてくださっているリスナーの皆さんからの応援メッセージも、また私にとって希望であり救いなのだなと本当に感謝の気持ちでいっぱいになりました。私にとっては音楽もリスナーの皆さんからの温かい言葉も、それから皆さんの命も自分の命もかけがえのない光でいつも輝いている星のようだと、そしてまた
皆さんにも私にとっての音楽がそうであるように、大切な導きの光が輝きますようにという思いを込めて、セーリオスというタイトルをつけることにしました。セーリオスとはシリウスの語源にもなっているギリシャ語なんですが、光り輝くものという意味があります。私は迷いなくこのタイトルを今回つけることにしました。このアルバムを聴いていただいた時に、タイトルの由来や私の思いを感じ取っていただけたらと思います。そんなニューアルバムセリオス、今回のアルバムは特に私の心の世界観をうまく表すことができたのではないかと、自分なりに強く実感できる達成感のあるアルバムを完成させることができたと思います。このセリオスですが、実は昨年ミニアルバム氷砂を発売後、すぐにアルバムの制作に入って、当初フルアルバムは私のデビュー7周年にあたります昨年の10月もしくは12月に出そうという計画で進んでいましたが、プリプロダクションが進行し、アルバムが具体的になっていく中で、いろいろな曲順で聴いてみたり、曲を入れ替えたりして聴いてみたり、改めてアルバム全体の方向性について見つめ直した時期がありまして、何か今一つ表しきれてないような気がして、改めて軌道を修正することにしたんです。そのためそこからまた新しい曲を作ったり、アレンジをし直したりとか、トラックダウンについてもいつも以上に慎重な作業になり、時間はかかりましたが、ようやく完成させることができました。今回アルバムを通して一番大切にしたかったところは、心の奥行きの部分をできるだけ大きな空間として表したかったというところなんです。映画音楽やクラシック的な要素を強く取り入れた曲もありますし、ロック的なパワーのある力強い曲や優しい曲があったり、クラシックやロック、ポップスの要素をどのくらいのさじ加減で取り入れるかというようなことなんだと思うのですが、これがとても大切で、時にはアルバム単位であったり曲単位であったり、曲順を変えればクリアできるものもあれば、アレンジや使っている楽器を変える必要があったり、または選曲を変える必要があったりして、今回はフルアルバムなので、全体で私の世界観を表現するために、どの曲は私のどの部分を表して、どんな順番で聴くと一番伝わりやすいのかというようなところに特にこだわりました。それではここで一曲聴いてください。2月27日発売となりますアルバムセリオスから、タイトル曲となりますセリオスを聴いてください。セリオスからタイトル曲セリオスを聴いていただきました。今日は2月27日発売となります6枚目のニューアルバムセリオスについてお話ししています。先ほどはアルバム全体についてお話ししましたが、また次回個々の曲について詳しくお話しできればいいなと思っています。ここでルルティアプラネット宛てにご投稿いただきましたメールを一件ご紹介したいと思います。玉斗さんからのメールです。ルルティアさん、はじめまして。私は今高校2年生です。いつもルルティアさんの曲を聴かせていただいています。優しく包み込んでくれるようなルルティアさんの歌が本当に本当に大好きです。
私は約半年前、インターネットでルルティアさんの曲に出会いました。私が初めて聴いたルルティアさんの曲は朱雀の空でした。綺麗でどこか幻想的なルルティアさんの世界に強い衝撃を受けたことを今でもはっきりと覚えています。私はすぐにウォーターフォレストを買いました。収録されている曲はどれも素敵で、何度も何度も繰り返し聴きました。ルルティアさんの歌はどんな時に聴いても素敵ですね。楽しく幸せな時はもちろんですが、特に私は悲しい時や寂しい時、勉強で息が詰まった時、ルルティアさんの歌を聴きます。するといつも心のモヤモヤしたものがなくなって、心が穏やかになります。そして頑張ろうって気持ちになるんです。ルルティアさんの歌には何度も何度も励まされました。本当にありがとうございます。ルルティアさんの歌に出会えて本当に良かったです。これから先もたくさんの素敵な曲に出会えることを願っています。ここで一つルルティアさんに質問があります。ルルティアさんの歌のタイトルや歌詞の中によく花の名前が登場しますが、ルルティアさんの好きなお花は何ですか？もしよろしければぜひ教えてください。またその花について、もし思い出やエピソードなどがあれば、それについても聞かせてください。拙い文章を最後まで読んでいただきありがとうございました。肌寒い季節になってきましたが、お体には十分気をつけて、これからも素敵な歌をたくさん作ってください。いつまでも応援しています。という玉兎さんからいただきましたメールをご紹介させていただきました。私はお花は全般的に大好きなんですが、最近特に好きなお花はラナンキュラスというお花です。コロコロとしたフォルムに何重もの花びらがひしめいていて、色もピンクやオレンジや黄色、白とか何種類もあって、とても可憐で華やかなお花です。最近はフラワーアレンジメントでもバラや百合の代わりにもよく使われていて、お花屋さんでもたくさん見かけます。皆さんも機会があったら見てみてください。きっと心が温かく明るくなると思います。それでは今日もお別れの時間になりましたが、ここでルルティアプラネットからのご案内です。公式ホームページルルティア .com のトップページにありますメールトゥールルティアでは、ルルティアプラネットへの投稿やその他私へのメッセージやファンレターなどを募集していますので、たくさんのご投稿をお待ちしております。お手紙などにつきましては、郵便番号161-0032新宿中落合郵便局止め、宛先名はクラフトマンミュージックまでよろしくお願いします。詳しくはルルティア .com インフォメーションナンバー59をご覧いただきますようお願いします。それでは今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。皆さんにたくさんの幸せが降りますように。また次回ルルティアプラネットでお会いしましょう。生まれたのは密かな